こんにちは、にぎょです。よいしょ。今回も仕込みをしていきたいと思います。よいしょと。よいしょと。雪もね、止んだみたいですね。よいしょ。まあ、ずっと降ってると積もっちゃうから、これぐらいでちょうどよかったかもしれないですね。よいしょ。じゃあね、勝浦のメダイからさばいてまいります。よいしょと、今日はね、4分の1でいいっすかね。よいしょ、いらっしゃっていただきありがとうございます。こちらね、メダイからさばいてまいります。よいしょ。結構ね、ちょっと水分がね、多めな感じですね。これからちょっと強めに抜いてあげなきゃって感じかなと。よいしょ、言うとこっすね。よいしょ。さて、今回はシラスウナギがね、いっぱい取れてるってことでね。よいしょ。嬉しいところもあり、よいしょ、まあ大丈夫なのかなってところもありって感じですね。よいしょ、よいしょ。まあね、うなぎがね、だいぶね、近年減ってるよっていうのはね、よいしょ、まあもう皆さんご存知だと思うんですけどね。よいしょ、よいしょ。それでね、うなぎってやつがね、こうね、川で育ってね、よいしょ、遠くの海にね、行ってね、よいしょ、卵を産んでまたね、川に、日本の川に帰ってくるってね、ことみたいなんですけどね。その帰ってきたやつをね、シラスウナギって言うんですけどね。よいしょ。まあ今ね、それをね、まあ取ってこう養殖とかでね、大きくして売るみたいなね、感じでやったりとかしてるんですよね。よいしょ。まあ完全養殖って言って、よいしょ、養殖した子から卵取って、よいしょ、増やすのもね、だいぶ軌道に乗ってきてるみたいなんで、まああとはね、採算が取れればってとこみたいですけどね。よいしょ。こちらがね、鹿児島の小判ザメでございます。よいしょ。まあよく水族館とかにいるやつですね。まあ天然物のね、そのうなぎのね、赤ちゃんがね、いっぱい帰ってきたってことでね。よいしょ。まあそれ自体はね、喜ばしいことなんですけどね。よいしょ。まあこれがね、いっぱい帰ってきたデータじゃなくて、まあいっぱい取れたよっていうデータなんでね。まあいっぱい帰ってきたのをね、いっぱい取っちゃってるってことなんですね。まあね、そういうことでやってるんで、まあしょうがないですけどね。ね、いっぱい帰ってきていっぱい取っちゃったらね、またね、いなくなっちゃうだろうということにね、なっちゃうんですけれどもね。なかなかね、資本主義と言いますかね、漁師さんもね、お仕事でやってますからね。その辺をね、うまくできたらいいなと思うんですけどね。よいしょ。もう今ね、天然物のうなぎなんて言ったらね、よいしょ、ね、お値段つかないぐらい高級品ですからね。まあ市場にはおそらく出回ってんのかな、出回ってんのかもしれないですけど、まあおそらくうなぎ屋さんしかね、使わないと思うんでね。よいしょ、よいしょ。そのままうなぎ屋さんのところに行ってるんだとは思いますけどね。おっとっと、よいしょ。
まにねやっぱり釣りする方とかはね、あの川でね、よいしょ、天然うなぎをね釣ってきてってことはね結構ありますけどね。まあね、釣りされる方とかそのまま召し上がると思うんですけどね、天然うなぎなんつったらね、今1キロいくらぐらいなんですかね、1万円2万円とかしちゃうんですかね。まあけどうな重そんなにしないですもんねどうなんだろう。まあ、養殖物とかはねたまに出てたりしますけど、結構ね1万円とかしちゃってるイメージですけどね。そうするとやっぱしちゃってんのかな。よいしょ、うん、ちょっと硬いな。よいしょと、よいしょっと、よいしょ、うん、しょ、逆さ包丁入れたかったんですけどちょっと身が硬すぎて変なとこ入りそうだったんでやめました。よいしょ、まあ、小判ザメね、細長くてね、よいしょ、まあサメじゃなくて割と美味しいお魚なんですけどね。よいしょ、まあ有名なねスズキとかの仲間で、よいしょ、味はね、まあそっちもねあのレアな魚なんで召し上がったことある方は少ないと思うんですけれども、あのスギっていうお魚に似た味ですね。スギ、沖縄とか西の方は、うん、買って召し上がったことあるかもしれないんですけどね。結構最近沖縄で養殖してるっつってちょっと話題になってますね。よいしょ、まあ自分もねビッグサイトで味見させてもらったぐらいなんですけどね。まあ自分はまあ昔図鑑のねめっちゃ見てた口なんで、おおあの杉ですかみたいな感じでねやってましたけど、まあ普通の人には杉ってなんすかって感じだと思うんですけどね。よいしょ、まあ本当にね小判ザメみたいな形のお魚なんですよね。小判ザメの小判なくしたみたいな形のお魚で、よいしょ、割とでっかくなる魚でね、まあ単発で上がるようなお魚なんでそもそもあんまり流通してないんですけどね。市場でも見かけたことあったかな、うーん、数えるほどな気がしますね。あんまりイメージに残ってないですね。よいしょ、まあそれなんで結構高級魚なんて言われてはいるんですけどね。まあとはいえね高くても、よいしょ、知ってる人がいないんじゃあれちょっとあれですけどね。よいしょ、うん、身がしっかりしてて全然骨が抜けないですねまあそんなわけでうなぎがねいっぱい帰ってきて、まあとりあえず帰ってきたことはね喜ばしいことなんじゃないかなと思いますけどね。よいしょ、でね最近ねそのね養殖もねやっぱねいろいろ頑張ってますんでね、よいしょそのビッグサイトの展示会でもね、よいしょ、その完全養殖がね結構軌道に乗ってきててとか、まあうなぎがね飼育すると全部オスになっちゃうっていうのが問題だったんですけど、お、こちらアジですね、今日佐賀のアジです、問題だったんですけども、そこをねなんか大豆だったかな、イソフラボンでね結構ね時を取ったみたいな感じでねメス化させられるようになったみたいでして、
まあ、あの昔からね、あの女性ホルモンをね投与するとねメスになるっていうのはまあ分かってたんですけど、まあホルモン関係は結構ね人間にも影響が出やすいってことで、養殖とかにね使っちゃダメだよって言われてるんで、それをねその大豆のねやつで代用できるようになったってことで、よいしょ、ね、メスが作れるようになったみたいなんで、それでだいぶねちょっと軌道に乗ってきたみたいですね。よいしょ。まあとはいえ高級品にはね変わりないと思いますけどね。まあ魚に結構多いんですけど、うなぎもそうで、あのメスのがね大きいんですよね。メスのがね大きくなるんで、それでねまあ養殖でね、まあねなぜかオスになっちゃうってことでね、まあメスにねなるものが養殖家だとないってことなんだとは思うんですけどね。それでずっとねメスにしようってやってたんでね、よいしょ。まあ自分も大学の時にねなんでだろうとか言って研究してましたからね、なんかね嬉しいですね、だいぶ進んだみたいで、よいしょ。まあとはいえね天然物をねまあなくしちゃっていいってことにはねならないとは思うんで、よいしょ。まあその辺のねバランスもね考えてねいただけたらいいかなと思うんですけどね。よし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 。よいしょ。アジもね今日仕入れたてなんでちょっとね水分多いですね。よいしょ。まあなんかねそのねうなぎのねその試食の時とかはねオスとメスのね食べ比べとかもねやってましたね。よいしょ。まあやっぱメスの方がねこう大きくなりますし、脂とかも乗っててふっくらしてるみたいなね感じでね、まあ自分はオスのみっちりした方が好きでしたけどね。まあ一般受けするのはやっぱそういうメス的なね脂が乗ってねふっくらしてるやつかなっていうのはねありましたね。よいしょ。よいしょ。なんか先日はねまたその別のね展示会がやってたみたいで、よいしょ、ちょっと知らなかったんで行けなかったですけどね、そっちもちょっと気になりますね。次回会ったら行こうかなって感じですけど、なかなかね最先端のものにね触れる機会がないのでね、いろいろ展示会とか行ってね勉強にしてくるのはねすげえ面白いですよね。まあなかなかね味見できる機会とかもないんでね。まあ、魚とかもね買ってくればね味見れますけどね、買わないで味見をするっていうタイミングはほとんどないんでね。なんで展示会とかでねいろんな味が見れるのはねすごいねまあいい勉強になりますよね。よいしょ。味ね締まっていきます。よいしょ。よしと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おっとっと、危ない危ない。アジでした。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。よっこいセット。お次はうちのね、よいしょ、割とね国産では一押しのねサーモンですね。山梨の富士の助でございます。よいしょよいしょ。まあ、さっきもねお話ししてたんですけどね、キングサーモンとねニジマスをね掛け合わせたやつでしてね、よいしょ、キングサーモンのね特性が出ててね、ちょっと野生味もあって、よいしょ、美味しいサーモンですね。なかなかどうしてもね、国内の国産のね、いいお胡椒、サーモン系はね、どうしてもね、ちょっと小さめなのが多いんですよね。まあ、生育期間短かったりですとか、まあ、あとはでっかくね、するのは、あのね、あのお金になるスパンがね、長くなっちゃいますんでね、経営的にも大変とか、そういうのもあるんだと思いますよね。よいしょ。それなんでね、割と小さいのが多いせいもありまして、結構国産サーモンはね、よいしょ、さっぱりしてるやつが多いんですよね。さっぱりしてて、まあちょっとどっちかというと、まあ個性がないというかね、よいしょよいしょ。おー、相変わらずいい身質ですね。色もしっかりしてますし、よいしょ、うん、いいですね、富士の助。よいしょ。せっかくなんでちょっと身をね取っときますかね。ついでに味見しちゃおっかな。うん、うん、うん、しっかりうまみがあっていいですね。よいしょ。まあ油してないところもね、やっぱねいいですよね。いいポイントです。よいしょ、うん、あ、美味しいな。よいしょ。この辺の身もねもったいないんでね、よいしょ、なんかに使えますかね。よいしょよいしょ。こっちの半分はね熟成させてやりますかね。よいしょ。よいしょよいしょ。やっぱキングサーモンが入ってるんでね、こう味のね密度的なのはやっぱ違いますよね。よいしょよいしょ。まあ、なおかつね鮮度もねめちゃめちゃいいんでね。まあ、先日の長崎だったかな、長崎の、まああっちは買ってなかったですけどね、仕入れはしてないですけど、長崎のトラウトと値段的に同じぐらいでしたね。あんまり評価変わんないのかな。まああっちの方がね一般向けっていう感じはしましたけどね、めちゃめちゃ丸っこく太ってたんで脂乗ってそうだなーっていうのはねあったんでね。まあ、油はねとてもね分かりやすい、まあ、美味しさの指標なんですけどね。よいしょ。ただどうしても養殖のものなので油をね乗せていくとね、こう
同時にね香りも強くなるんで、そのね塩梅が難しいかなと思ってますけどね。まあトラウトサーモンはね香りとかも少なめなんで、ちょっとついたぐらいでもいいかもしれないですけどね。よいしょよいしょ。まあどうしてもねあの餌の香りはねちょっとねさすがにね餌をねそのまま食べてる感じがしてちょっと嫌なんですよね。内側はね骨を抜いていきますね。よいしょ。まあ、富士の助はね珍しくあの淡水養殖なので、よいしょ、その辺もねよいしょ加わってね身がねすごいみっちりしてますね。よいしょ。やっぱねサーモンの養殖はね基本的にあの海水の養殖なんですよね。まあ海でしたりその水槽とかでも海水でね養殖してますんで、まあその方がねあの成長率がいいんで、よいしょ、ね早く大きくなるっつってねやってますよね。よいしょ。最近ね養殖の二毛作とか言ってね、あっちの愛媛とかあっちの方でマダイの合間にサーモン育てるみたいのもねちょいちょいやってんすけどね。まあ、みかん銀鮭だっけな、あの辺もねみかんの香りがして面白かったですけどね。まあ幼いせいかめちゃめちゃみかんなんで、そこはまあ賛否が分かれるところではありますけどね。まあ面白いという意味では間違いないですね。よいしょ。まあ個人的には銀鮭のね養殖ねもっとやってほしいなと思うんですけどね、なかなか難しいんですかね。あれ結構野生味があって、昔佐渡のやつとかが来てる時結構ね好きでしたけどね。よいしょ。あんまり人気なかったのかな。確かにアトランとかトラウトみたいにガンガン油乗せてますみたいな感じじゃなかったんで、まあクロート向けな感じだったんでね、よいしょ、そんなに人気にならなかったのかな、残念です。よいしょ。いいサーモンのね骨もね結構長いんですよね。いいよし。で今回みたいに身が締まってるとね先っぽ残りがちになっちゃうんでね、ちょっとなるべく残さないように慎重にいきたいところなんですけどね。ただあんまりボロボロにしちゃっても良くないなっていうのもあって難しいところです。富士の助でした。よいしょ。よいしょよいしょと、よいしょ。お次はこちらですね、銚子天然マダイですね。よいしょ。ちょっとね小さめですけどね、よいしょ。小さめのやつはねあの皮がねあの硬くなってないんで、皮ごとね炙ったりしてねそのまま食べるっていうのにねすごい向いてるんで、自分はね小さめも結構好きですね。逆に大きいやつになると皮が硬いんで、まあ取ってから食べなきゃなってことになっちゃうんで、まあ皮
皮がねちょっと口に残る感じになっちゃいますんでね、それはそれでねこう皮取んなきゃいけなくなっちゃうんでちょっと寂しいのもありあるなーっていうのはありますね。よいしょ。骨ね抜いていきます。よいしょ。うなぎもね面白いですよね。卵からねかえってねあのねレプトケファルスでしたっけ、なんかね葉っぱみたいなね形になってね、よいしょ、水流というかね流れに乗って日本の方までね来るんですけどね、よいしょよいしょ。さてそしたら炙っていきますかね。こちらカツオですね。ちょっとお塩ね振ってちょっと置いてあげます。おつよいしょ、よいしょ、置いてあげると水が出てね臭みとかもねよいしょ抜けて、まあそのね抜き具合とかをね調節するんですけどね、よいしょよくしょと、よいしょ。じゃあその間に皮をね引いていきますね、よいしょょ先ほどね鹿児島小判ザメでございますね。皮はしっかりしてるんですけどね。長いんでちょっとね取るのが大変ですね。よいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。軽くねお塩振っていきます。まあ、水分を抜いてね、旨味がねやっぱアップしますね。よいしょ。あら、なくなっちゃった。よいしょ。もうちょっとね皮引いたらライブね一回ね終わりにしたいと思いますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お次はこちらですね。メダイでございますね。勝浦のメダイですね。メダイね皮結構薄いんでね、気をつけないと。なんですけどね。よいしょ。あ、ちょっと残っちゃった。後で使うときにやってあげますかね。よいしょ。ちょっと強めに髪を巻いておきますね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。
じゃあこれね、カツを炙ってちょっと一回ね終わりにしたいと思います。やっぱりね、雪が降るだけあってちょっと今日寒いですね。よいしょよいしょよいしょ。皆さんもね、お体にねお気をつけいただければと思うんですけどね。よいしょ。うん、いい香りですね。もう南の方のカツオなんで、もうね割とね初カツオ的なねさっぱりしたカツオになってますね。腹側炙ってもねあんまバチバチバチって言わないんで、まあこれ特にね油が乗ってるわけじゃないっていう感じですね。まあ若干ねパチパチ言ってるのはわかると思うんですけど、冬場のね油乗ってるカツオになるともっとバチバチっとこうなりますんでね。よいしょよいしょよいしょ、カツオです。冷蔵庫でね冷やして締めてあげますね。よいしょ。お次は先ほどのねマダイにもねお塩振っていきます。おおおお、びっくりした。置いてあげますね。よいしょ。しょしょ。あ、藤之助だけだからやっちゃおうかな。よいしょ。藤之助です。うん、いい色っすね。よいしょ。サーモンはね種類によって結構ねお塩関係は変えてるんですけど、藤之助はそのままでいいですかね。よいしょ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 。アトランティックサーモンとかね、藤之助とかサーモンのやつがしっかりしてるやつはねそのままの方が美味しいですね。変にやっちゃうと抜けちゃうんでもったいない感じがしますね。トラウトサーモンとかはそのままだとねちょっとね一味足んないかなっていう気が感じが結構するんで、よいしょ、お塩ね振ってあげる時が多いですかね。よいしょ。藤之助の腹んとこっすね。まあ大きめの魚はねやっぱ腹んとこで形も変わりますんで、よいしょ、別々に引いてあげた方がねうまく引けたりしますね。よいしょよいしょ。うん、いい感じです。まあちょっと残っちゃったけど、よいしょ、うん、よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。
たらマダイをね炙ります。よいしょ。この辺でね一旦ライブちょっと終わりにしたいと思います。よいしょ。身が縮まってきてるんでね、まだね鮮度がいい感じですね。よいしょ。マダイでした。よいしょ。よいしょ。どうぞ。よいしょ。皮引いてあげたのはねこんな感じでくるんで冷蔵庫しまいます。そうしましたら今回もこの辺で終わりにしたいと思います。よいしょ。最後までご覧いただきありがとうございます。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。